こんにちは。今からメイクをしていきたいと思います。ちょっとあんまり時間がさないから、ささっとメイクをしていきたいと思います。美容のお話もしながら。皮膚科でさ、手術受けてめちゃくちゃ内出血してるんですよね。これはね、なんか売り文で今売れてるよって言われた。みさとのおすすめ。このパックなんか安いけどめっちゃ人気みたいな言って買ってみた。めちゃくちゃ保湿力高くて良かったからリピートしてたくさん買って帰ろうかなと思います。ちょっとこの無印ちゃんで拭き取っていきます。このパックさ、保湿力やばいからあんまりちょっと油分がありすぎるとファンデーションが弱くなってくれないので、ここ注射のあと脂肪溶解注射、脂肪分解注射みたいなのしたんだけどさ、これ私がなんか韓国前回2ヶ月半前か来た時に結構効果あってまたやりたい、めっちゃ良かったって言ってた手術なんだけど、今回さ、やった瞬間にごめん内出血しちゃった大丈夫だよねって言われて、院長さん大丈夫も何も、まあもうしちゃったものは仕方ない、内出血がすごいっす。これ塗っていきます。だからさ、これをどうやって隠そうかなっていう、2日前に行って今こんな感じ。これはね、そのこっから脂肪分解注射入れたから針穴なんだけど、これはね、テープ、めっちゃテープみたいなの貼られるね。めっちゃでかいやつ。で、その、私、敏感肌なのですごく、テープのかぶれもすんねんけど、その日、夜外さず、朝外してしまったら、テープの荒れた後、敏感肌なので、テープでも荒れちゃうね。この間も、病院どこですか？クリニックって。話した時に聞かれてんけど、チュエンウェゴンっていうところです。でもなんか、めっちゃ高い。で、塗って友達に紹介してもらったんやけど、芸能人とか行ってるところだからなのか、ほんまに高い。今回、45万払って、やりました。ティタニウムっていう、私がめっちゃ良かったっていう、芸能人とかもやって、最新配布、コラーゲン配布みたいな感じかな。と、トゥンペースっていうティタニウムと同じ機械のやつやねんけど、何にせよそれを2つやって、もうそれで1回15万円から30万。で、プラス脂肪分解注射をやって45万でした。高いよね。バニラ粉使います。21番。韓国の友達に、タッカーって言われて、ぼったくられた。でもね、院長の腕がめっちゃいいんですよね。ハイフにも多分いろいろデザインがあって、やる人で顔の形変わっちゃうか、例えばこけすぎたりとかするから、腕がいいから仕方ないんけど、でもね、韓国の友達お姉さんに会って、若いうちからやらなくていいよって言われた。昨日若いうちはやっぱこのなんていうの、丸顔が私も嫌だったから、ハイフとかなんかやりまくったけど後悔してるって言ってた。あとティタニウムは特に脂肪を本当に潰す、なくなる、痩せるらしいから、なくなるらしいから、やりすぎたらダメだよって言われちゃった。でもね、ティタニウムを本当は1ヶ月おきに3回したら定着するみたいな感じらしいんですけど、今回2ヶ月半ぶりにしてんけど、ティタニウムの1回目してから全然日本で最近早くやってないよねって考えたら、コスパ意外にいいのかなっていう思いました。
押さえたら痛いからさ、こうファンデーション押されへんから隠せれへんねんけど、ちょっとコンシーラーでやります。コンシーラーをちょっと分厚めに塗ります。この私がやった脂肪分解注射はこの病院にしか多分ないやつなんじゃないかな。成分っていうか最初に麻酔 してくれて、で中に薬剤を入れながら、あと途中からねめちゃくちゃゴリ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 ビシ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 みたいな音がなんねんけど、それは古い脂肪を壊してるみたいに言われて、普通にその同じ注射針でしてんだけど、不思議な音、こんな音するんやっていうくらい、もうビシッ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 みたいな、グリッグリッグリッビシッビシッみたいになってて、で普通にそのまま終わるんやけど、まあ、いつも以上に水飲んでくださいみたいな、多分こう流すためかな、だから固まった脂肪をそのままその入れていく剤の注射器でゴリ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 潰してるみたいな。前回はね内出血ならんかったけど、今回は なんかなっちゃった、仕方ないよな。でなんか友達にその紹介してもらった友達に 2,3 人に内出血なったみたいな感じで写真送ったら、青タンクリーム塗りなよって言われて、青タンクリームと思って、薬局で売ってるらしい青タンクリームみたいな。知ってた、そんなんあったら早く知りたかったのだってさ、知らん間にさ体に青タンできたりすることあるやん、ぶつけたりとかして。で私は特に点滴とか打つとめちゃくちゃ内出血することが多いのに、 DV されたみたいな感じでなんかメイクさんとかにも言われて、これ点滴の後なんですよって言ったらびっくりしてて、なんか残りやすいよな。でその青タンクリームを買いに行きます。今日はデイジーク、じゃさオリーブヤング行くってさ、アイシャドウ買いたかったんけど、オリーブヤング1回だけしか行ってなくて、これとこれ混ぜます。まだね全然コスメ用品見れてない。ペリペラのハイライトはめちゃくちゃ粉々に割れて探してんけど同じやつがないね。あれ廃盤になったのかな、新しいのに変わってて、もう本当にショック。これとこれを混ぜます。ちょっとキラキラって、いろいろさティッシュとかでさグッてまたなんか戻して押さえたりしたけど、もう粉々になったからもう仕方ないわ、いいやと思って今日新しいの買うことにした。こんな感じ。エチュードのこれ使います、ローズシマっていう色。上からこれを重ねる。そしてこの反対側でね涙袋かけるんだよ。しかも色もいい感じで不自然にならない。この濃い色とこのラメを混ぜてまたラインを描いていきます。これ結構幅広くこの下ぐらいまで目地描きます。疲れてさ、もう連日何もしないんだけど、今回会食が多くて仕事の人と、なので今日ねちょっとテンション低って思われるかもしれないけど大丈夫です。そしたら上のアイライナーを引いていきます。キャンメイクのクリームタッチライン、目頭だけちょっと太めに。で、普通に横に流す感じ。
ちょっと長く、ある程度ちょい長く弾いた方が目がでかく見える。ちょっとこっちはちょっとシュッシュッ。よし、眉毛いきますか。キャンメイクです。07番形整える程度で。最近ねアーチ型にハマってるから、ちょっと上の山を描いて、眉尻だけ描き足します。このグルさんに端っこ構えと、マックのブルネットでリップライン描きます。で、ホットビューラーで、まつ毛上げていきます。このホットビューラーね、使いやすい、結構。で、バニラ粉、ね、どんなマスカラ使ってもいいか。これね、戻るね、なんやかんや。ハートパーセントね、真鍮を描いて、チークを塗ります。ポリプラの21番、ワンちゃんとコラボしてる。これをまず三角、逆三にマックのホームソール、OK。 そしたらちょっと髪の毛をやっていきます。いつもねこれでねワッフルにしてる。ワッフルこんな感じです。ちょっとやっていきます。じゃじゃーん、準備完了。こんな感じで今日はこれにプラダのジャケットを羽織ります。ラストリップ、髪の毛はこんな感じ。リップはね古川がくれたやつ、ここね、ここの色味見た瞬間あもう絶対私好きなやつだと思った。ここの照明のせいで結構オレンジっぽく映ってるけど、実物ちょっとヌーディーな感じで可愛いです。ありがとう、ゆうか。これが噂の割れたペリペラ。ここまで言ったらね無理なんよ、もう修復不可能。そしたらこのさ、めちゃくちゃキラキラしたやつ、今日クリアのやつ忘れたんだよね。これを目頭に塗ります。じゃーん、こんな感じで行ってきます。皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。今日はねちょっと元気がなかったかもしれないけど、それでは行ってきます。